ハイン・リヒ72世は、ロイス・エーベルスドルフ公および、ロイス・ローベンシュタイン公。ロイス・エーベルスドルフ公、ハイン・リヒ51世の息子。ハイン・リヒ72世は1797年3月27日、ハイン・リヒ51世とその日であった、ホイム・コーゴット・ヘルフの娘、ルイーゼの間に、エーベルスドルフで生まれた。1822年に、父の死去によって、 ロイス・エーベルスドルフ公となった。さらに1824年に、遠跡のロイス・ローベンシュタイン公ハイン・リヒ54世が死死なく、没するとその医療も継承し、以後彼の公国は、ロイス・ローベンシュタイン・エーベルスドルフと称されるようになった。自由主義的な改革を求める1848年革命が、彼の公国に波及すると1848年10月1日に、 ハイン・リヒ72世は退位し、主権を相続人であった園籍のロイス・シュラ公を、ハイン・リヒ62世へ譲渡した。ハイン・リヒ62世は、ロイス・シュラとロイス・ローベンシュタイン・エーベルスドルフを統合し、国語をロイス・ゲラ公国と改めた。退位後、ハイン・リヒ72世は、ザクセン王国へ移り、1853年2月17日に、ドレスデンで死去した。 ハイン・リーヒ72世の72世は、君主名につけられる女数の中で最も大きい数として、ギネスワールドレコーズに登録されている。女数がこれほど大きな数になっているのは、ロイス家では、下法で、すべての男子がハイン・リヒを名乗ると定めており、女数をつけて、それぞれを区別するという特殊な事情がある。ありがとうございます。